小原明が岡田ジャパンを救うアジア最終予選最終節さあ、いよいよこの企画もアジア最終戦の最終節までやってきました。今節の結果次第では予選敗退、プレーオフ進出、本戦進出、3つの可能性がある大一番になりました。まずは前回皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。まずは山吹ベーカリー見習い記者からです。16分30秒のシーン、キャプテン翼の松山くんを彷彿とさせるような地を這うイーグルショットによる逆転ゴラスト、なおこのゴールはFIFAプスカッションにノミネートされた模様ということです。ベストゴール賞でしょ、これ。ベストゴール賞って何？はい、はい。プスカス賞はそういう賞ですけど、何ですか？いや、そのラジー賞的な扱いなのかと思いました。大変失礼しました。続いて、バイエルンサボ記者からです。値千金の逆転ゴールなので、日本の選手、誰もコアラのところに行ってなくて、そうということです。もっと、もっと集まってくれ、僕のもとに。続いて、ミラニッサ記者からです。3分40秒のシーン、1対1の決定機なのに、シュートが論外すぎて、リプレイも出ないの、そうということです。フィジカルをもっと鍛えていきたいと思います。続いて、首から下は、ホンダ三記者からです。19分38秒、毎回 MOM を取れないコアラということですよ。2ゴール下なんだから絶対 MOM は本来俺だったはずです。最後に戸田って記者からです。下ネタ言ったせいで MOM 奪われてそうということです。本当プレーは MOM 級の活躍だったと思います。次こそ MOM 取りたいと思います。さあ今回はアウェイに乗り込んでサウジアラビアとの運命の一戦、ワールドカップ本戦出場を決めることができるのか、試合の方に行ってみましょう。さあそれでは最終節スターティングメンバーを見ていきましょう。メンバーこちらでございます。注目は水野選手が今回初のスタメン入りをしております。さあ全員の調子もねかなり上々でございます。やはり最終予選やすい、みんなモチベーションが上がっているということでしょうか。あいつはあいつ何、あいつは平常心で臨んでいきたいと思います。なんで平常心なの、平常で、はいそして控えのメンバーはこのような形です。阿部勇樹選手、山田選手、山口選手も非常に調子がいいです。このメンバーで本戦出場を勝ち取っていきたいと思います。それでは試合の行ってみましょう。さあ日本にとって運命の日がやってまいりました。最終予選最終節、サウジアラビアとの一戦、すべての可能性が残されたこの最終節、4年前の悲劇を拭い去ってワールドカップ本戦進出を決めることができるんでしょうか。これ現在の状況です。さあさあ4位のウズベキスタン勝ち点9ということで敗退の可能性ももちろんあります。韓国はもう1位突破を決めています。2位3位4位ウズベキスタン、日本、そしてサウジアラビアに本戦進出の可能性があるという状況です。得失点差がな、大丈夫でした。いや違う、サウジにだから得失点差で負けてるから、はい、あんたがたびたびだだ、あなたもあったけど2戦目でとんでもない絶対ピースがお前も、お前も開幕戦でのことになんかまけてるけどオッケー、絶対突破するぞ日本、日本キックオフです。まだまだ、ないないない、おいおい、はい、インターナショナルカップ、まだカメラおかしいよいいですね、はい、扉はもう目前です。日本、日本、ババ日本、オッケーオッケーオッケー、後ろからのマーク、とにかく前発動、チェック、オッケーオッケーオッケー、いった、あっと、やばいやばい、まあ、守備は良かったから韓国戦で、オッケーオッケー、前からの守備、現在のランキング5位、オッケー、いや、スペースへ出す、おい、頼むよ、おめえ、いや、ごめん、違う違う、抜き去れねえんだよ、だから、もっと早く、もっと早く、位置が工夫見せるわ、この位置でスローイン、パスはオッケー、パスはオッケー、だパスはオッケーだって、イエーイ、どっちかにしてほしいな、でも相手もよく研究してる感じしますよ、お前、準備したいんだよ、準備してるよ、なんか今急にオフサイドのポジション、ちゃちゃから一旦戻って受けようと思って右、オッケー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 、ナイス、オッケーオッケーオッケー、いいとこ出ましたよ、頼む、おいゲームだろなんか工夫しろよ、うまくいきません、おいおい、え、ちょっとやめて、マジで、ダウン、おー、危ない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 、ナイスナイス、いや、え、いやー、オッケー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 、ホンダー、ホンダー、もうお前とディフェンダーの1対1になるぐらいの、ついてきてるから、え、その行くよ、うん、マジで、うん、早く来て、
中村、いやー、そうなるかー。ゴールキックに変わっています。ムキがトラップしても良かったな。惜しい。いや狙ってるとこいい、狙ってるとこいいよ。あーキーパー少し出てきてましたね。うん、いいプレッシャーだ。いいよ、オッケー。いやー惜しい。ここ本田さん、ナイスナイス。きます。おい、やートラップがちょっと、おいおいおい、時間かかった、マジおい。下げてここは、あそこで3対2だったけどね、今マジでごめん、最低レベルだよ、今やってること。だからもう前向くしかねえから。オープンスペース、オッケーオッケーオッケー、どこいんだよ。ちょっと一回ゴールキープ力に長けている。オフサイドこれ、はぁ、ちょっと待って、オフサイド、いやーオフサイド、オッケー、いやーフィジカルとスピードだ、もうちょっとだった今の。まずいよ。ナイス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 。大間野が呼んでいる。さらに前線。いや、ファウルあるでしょこれは。これイエロー全然あるよ。よし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 。つまり、あ、そまりか。中村。じゃあ、でかいかちょっと。ナイスよ。ちょっと、最後走るから。日本、まだ得点はない。だから、惜しい。だんだんとこう中盤で見えます。おー、ナイスプレーナイスプレーナイスプレー。いやー、おっと、いい守備だよ。硬い、いやー、裏抜けてるな、ここ空いてんだよ。まずいよ。ナイスナイスナイス、いい守備いい守備いい守備。長友へ、まずいき、うん、うしないで、オッケー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 。ボールが渡る、いやー、縦に頼む、いけ、おい頼むよ。やってんだよ。おいサポーターに説明しろ。お前マジで何やってんの、本当に決定的な感じです。おい、ここは一つ無視やめろよ、この局面 ね、 ですね。一番のチャンスだよ、チャンス。いいとこ出ましたよ。後ろからさらに行く、一旦預けます。今前半の40分です。ハーフタイムプチューライスナイス。さあ駒野へ、オッケー、駒野出して、いいや、相手のディフェンスをやりにくいという意味では、オッケー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 。いやー激しくなってきてる。リターンを受けたアドラガイ、え、まずいよ。いいマークでしょ、左側な、なんか一人流して、ナイスナイスナイス、おい、え、え、うおー、危ない危ない。日本日本日本、その辺、おい、笑ってんなよ、外した本人が。いや、ちげえよ。いや、どう考えてもお前でしょ、今は。さっきのでも、あのファウル。だから、と聞いてねえや。足に来てる。明らか1対1なんだよ。後ろへ預けた。いい守備、いい守備、いい守備。前出して。いいなぁ、いつだ、前半は。ご覧の通り。さあ北沢さん、相手は本当説明できない、あいつ外し方したから、じゃあまあそれにみんなカバーしよう、かわいそうだから、ね、こいつだけ卵を投げられるのはかわいそうだから、はい、惜しいぞ、惜しいぞとかじゃねえだろ、いいぞ、うん、マジでひどいからね、やってることは。それ自覚持ってプレッシャーを終えて、本当に点差はありません。これだからみんなで助けようって言ってるでしょ、それは。後半に勝負をかけます。あいつは卵投げられないように、はい、うん、あれが本当にあの敗退につながる可能性があるから、本当に、うん、うん、だからそれはね、頑張りましょうか、だから頑張っ、おい、リプレイから逃げんなよお前。今はもう一周しただろ、リプレイ、はい、はマジ後半絶対使うとろ、ババで一本シュート一本、お前らでしょ、日本日本まま、ババで一本。エンドが変わりまして、向かって右のエンドから攻めるのがサウジアラビア、反対側左のエンドからが日本、カウンターで来る、ナイス、トゥリオ、トゥさん、いや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 、おいおい、ナイス、コーマノが勝る、出し、オッケー、俺だ、お前か、お前、オッケー、アプローチ、いやー、ごめん、今かぶったわ、オスロハメ、あ、惜しい、アギメジアムユリ、うん、オッケー、チェック、いいね、長友、岡崎、オッケー、
ここでリターン。おっと、うまいですね。中でもらった。一人で持ち込む。いやー、よかったかー。左サイド、だからその、だから俺を鼓舞するでしょ、それは。みんな上げ、顔上げて、顔上げて、こう最後、足出せるとこ出そうよ。オッケー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 、よくコース切ってるよ、中澤も。なんで、はい、おい、相当長い距離を走ってきたんですよ、ね、お前、もう、備えてるって簡単に備えてる、備えてる、危ない。これはコーナーキックです。いや、おい、ダブ打たせんな、打たせんな、打たせんなよ。よおい、おい、来い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 、日本でもこれで消極的になることは絶対に許されませんからね。もう絶対俺が取るわ。さあ、日本、ここでやっぱ進め救うのは本当にエースだから、これ厳しい状況 で、ね、みんな前見てやろうぜ。まあある意味余裕がなくなったわけですからね、できるだけチャンスを逃してはいけない状況ですよね、必死で追い上げる。どういう水いや、あ、奇跡。さあ、駒野へ。いや、いい、来た、マジ。いやー、頼む。いやー、いやー、日本のエースだ。足の長さがいったゴール。さすがにこのゴールで集まります。日本、日本、よーし、相手のブーイングが鳴り響きます。あそこ足出した、一発会長を出した。今の試合では同点ゴール、まだまだ日本、そして今日も同点ゴール。本当に彼は今見守っていますね。いやー、よかった。オッケーオッケーオッケー。いや、これは救ってるわ、マジで日本は。日本、日本、日本、オッケー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 、よしよし。さあ、サウジアラビア、ここで試合を振り出し、終わらないっすよ、本当ないっすよ。非常に面白い試合になってきます。もう1点取って、本当突破決めよう、本戦確実にしよう。当たります、マジだね。うん、ダメよ。おい、さあ、日本危ないぞ。集中してくれ、集中してくれ。わっとミドルから狙う。危ないって、オッケー。オッケーと、精一杯クリアします。落として。いやー、おっと、攻めます。正面に2人入っていきます。62、いやいや、このシュート。オッケー。まあ、最後、うん、流れて。スペースを狙う。いやー、追加。これは狙う。強って前から行ってまい。戻します。まあ、おー。後ろ、おっと、ついて、いやぁ、うーん、相当されたか。ナイス、オッケー。ミズン、なぁ、コウキカメラじゃねえんだよ。駒チェック、いや、お前、うん、いや今スルーパスとか出したかったけど、いや、きつい、きつい、最後でも、あ、ごめん、戻そう。いや、倒されてる。駒野、いやちょっとお前何してんの、コマドがなくておめえらよ。いや、後ろからチェック。いやー、相当されたか。ちょっと次だ、ここ大変そう。オッケー、ケースケマジでいいよ、ほんとに。ここ来い。いやー、浮かせたい。いや、浮かせてよ、今のは。いやー、オッケーダイレクトパス、水野。ナイス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 。さあ、岡崎へ。岡ちゃん、いいボールを放り込んだ。いやー、いやー、惜しい。岡ちゃん、もうちょっとあってほしい。さあ、得失点差あるので、だからもう球でも入れてラインも上がって勝ちに行きます。本戦突破決めたい。本戦進出。ね、やっぱ目標はおかしいんだよ。だから、うん、アプローチ本戦突破の、だからもうそれはいいから、外したこと、世論をマジでそう誘導するのやめて。世論はお前外したか、なぜだから。再びスローインとなります。その話やめろ。おめえだ、中には2人いる。後ろからチェック。だからね、フォローしただろ、前向いてフォローしてやろう、絶対あいつは卵投げられないように。
サウジアラビア。オッケー。ここで控えの選手。やばい。オフじゃん。アウシャドワフ。やばい。まずいって。当たります。スライディング。いやいや、ナイスアトゥーリオ。日本、結局このボールを奪いました。オッケー。危ない。向こうラインめっちゃ合ってるよ。中盤の選手。いやちょっとケイさん。ワン東京、ワン東京。おい。あぶねえ。おいちょっとなんで止まっちゃっちゃっちゃ。頭でいく。いや。ここで受ける。ナイス。見立てます。あれだ。サイドくれサイドくれ。絶対失うなよ。だからちょっとフォローがないときついってさすが。危ねえ。まだあるまだあるまだまだまだ。遠藤。オッケー。通ります。オッケーオッケー。逆転のチャンスだ。預けて。どうすんのどうすんの。右に転がす。オッケーオッケー。ここ。うん。きついか。おっと上がってきます。だから。いや、ダメ。いや、まだまだ日本。まだまだ。日本。出せなんかもう全部なんか来いよ。いやまだまだ終わってねえよ。打っちゃえよもう。ええー。ちょっと、いや。あっとここで失敗。上です。なんや。一対一。おい。なんでなんで決めれんだよ。さあそれでは北澤さん。もうガチでお前じゃ。プレーオフやったなぁ。ちょっとね、何やってんの最後が QBK どころじゃねえんだな。いいゲームでした。ちょっとそして我らが日本を外せよ。ひどすぎだろもうゲーム実況者として。本日の試合は全員の期待裏切ってんだよ。両チーム共に勝ち点1を得ています。おいおいさあそろそろお別れの時間です。解説は北沢清さんで。きついな最後のあれ決めたら本当もう超神回だったね。でお祭り会だったわね。皆さんごきげんよう。さようなら。さすがに応募できないなちょっとマジで。ずっと卵で待ってるからの空港で。いやあいつもやめて。違う便で帰国したらあいつきついよこれ。最後おい、なんであれねえんだよ、あれが。なんで俺を低いんだよ。あいつ2本外してるぞ、歴史的なゴールを。おいおいおい、プレーオフです。いやだ、まだ今の日本代表には決めきる力がなかったということです。プレーオフに託すことになりました。いや何ですかその被害者ですら。はい、いやチームを同点に導いたこと、いや本当あのショックを追いつけたら非常に良かった。それがなんてでその冷たい手は体温がなんかビビって下がってるかもしれないけど。やめろんな恐竜みたいな手触んなよ。いやもう切り替えてこれプレーオフに行くしかない。さあ次のステージ、アジア予選プレーオフでなんとかワールドカップの切符を狙いに行くことになりました。その後大陸間だからね。はいはいはい、だからアジアで勝ってその後オセアニアか大陸間プレーオフに臨む形になります。次の対戦相手中国です。それでは続いてのですねアジアのプレーオフ中国戦臨むメンバーはこちらになります。ナオさんも選ばせていただきました。さあ残りの7人がこのようなメンバーになっています。このメンバーでまずは中国に勝って大陸間プレーを進出と決めたらやめろって。お前それで構ってもらうとするの。さあそういう世界じゃないからもうこれは。お腹すいたとかじゃ全然意味わかんねえ。アジア最終予選の状況だけ最後確認しておきましょう。韓国さあウズベキスタン負けたのか。だからその手いらねえからマジで。冷たいの
竹内優子いらねえんだよ。なんだ、本当に勝ってればもう本戦いけたという状況です。韓国サウジアラビア本戦出場決めました。こちらはオーストラリア、すげえな。オーストラリア、北朝鮮が本戦出場を決めたという状況です。ご覧のように3位の中国、そして3位日本がプレーオフで、大陸間プレーオフの進出権を争います。それではご覧の通り次回の動画はプレーオフ中国との試合をお送りいたします。なんとか勝ってまずは大陸間プレーオフ絶対行きたいと思います。それではまた次回の動画スタジオでお会いしましょう。さよなら。え、なに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 、終わったんだよ、もう動画が。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、いい。そのメンヘラっぽい子いらねえかな。触んな、デブ。老害な男が戦う動画、ぶち切れる姿が見れる。おいおいおい。